レプン、イレプン、いい気分。ハムスターのケンスケがね、セブンイレブンにやってきました。もうハムスターもね、コンビニに行く時代だから、今。お前太ってるね。うちのハムスターの中で一番太ってるからね。店に手かけない。それ店だから。入ってそうそうね。ウィーンって自動ドア。違う違う。こっちカメラだから。こっち寄ってこない。そうそうそう、もう一回。そっから、セブンイレブンに入ろう。何食ってんのお前。すげえ美味しそうなもん食ってるね。こうコンビニで、アイスとかお菓子を買って、ヤンキーが外でね、よくたむろってるけど。それをやってるの今。ケンスケは今それをやってる。コンビニの周りでたむろってる不良を今やってる。で、こっちはカメラだから。世話しないでお前。落ち着きがない。それ山崎パンのトラックだから。その背景だからそれ。山崎パンのトラック転がっていったじゃん。セブンイレブン、いい気分。次は夜桜ね。夜桜もセブンイレブンにやってきました。夜桜がね、おとなしいね。この子はね、黒いけどね、首元がね、月のワグマみたいに白いんだよね。耳とね、手と足と尻尾がね、白いんだよ。出っ張ってるとこだけが白いって面白いね。それ山崎パンのトラックだから。今搬入に来てるからね。パンを。それスカイツリー。あ、もう帰るの？せっかくね、セブンイレブン来たから、なんかお買い物して帰ろうよ。種が好きなんだね、お前はね。種自分で剥けないもんね、お前ね。人間が剥いてやらないと、食べれない。臆病だからね、地面を這うようにして歩くんだよね。セブンイレブン、いい気分。お次はハルト。ハルトもセブンイレブンに来たよ。もうイケメンだったんだけど。もう今はお父さんになったからね。お父さん、パン買ってきて、っつって。家族に頼まれたのかな。登らない、登らない、登らない、ハルト。世界観世界観崩れるから。コンビニの屋根には登れないから、普通はね。怪獣みたいになってるから。そこじゃない。そうそうそう、降りてきて。世界観があるからね。世界観大事にして。登らない。どうしても登りたがるんだね。そこにね、ハルトは。どうしても上が気になる。上が気になるんだね、お前はね。屋根の上がね。そう、何にもないから、そう。何にも置いてないから。美味しいものないから。山崎パンのトラック消えたでしょ。ちょ、今それ搬入に来てるから、パンを。搬入の邪魔しないで。顔を洗う。コンビニの前で顔を洗うと。セブンイレブン、いい気分。最後にナオミ。ナオミもね、セブンイレブンにやってきましたよ。ナオミはね、目が大きいんだよね。こう小さい時は、すごい美少女ハムスターだったんだけど、もうだいぶね、おばあちゃんになってきたね。こうカメラ、なんでカメラ目線なんだよ。カメラが気になる、ナオミはね。セブンイレブンよりもカメラ。なんでそんな困った顔してんのなんでそんな悲しそうな顔してんの、ナオミ。コンビニにお買い物行ってきて、お買い物。お買い物に行こうよ。こう夏になったらね、必ず冷やし中華始めるから。セブンイレブンは。俺買ったことないけど。あのスターはね、冷やし中華好きかな？でかいね、お前も。お尻映ってるよ、お尻、ナオミ。顔見せて、ナオミの顔見せて。カメラだから、こっち。カメラだから、こっち。カメラが気になる、ナオミは。コンビニどうでもいい。すごいアップなんだけど。前に来るから。すげえ前に来てるけど。コンビニの方行って。コンビニの方。いいでしょ、セブンイレブン。できたんだよ、近所に。これ前が気になる。
それ山崎パンのトラックだから。今搬入してるからそれ。帰るんかい。この動画はハムハムハイドがお送りしました。みんな他の動画も見てくれよな。